こぼれてる形で、これを手だけ使ってやりましょう。もう一度ご覧ください。まず、前屈ね、これを柔らかくしようとすると、やっぱね、腰とお尻と太ももの後ろが柔らかくないといけないんですね。で、まずは背中のラインやるとしたんですけど、この手の甲側の方を見ていただいたんですけども、ここはもう頭なんですね。で、背骨になるんです。ここ全部後辺まで背骨の反射区になるんですけども、まずはこの拳から第二関節、ここの間をですね、上に向かって引っ張ります。これはですね、骨に刺激を与えるようにしていきます。これをどれぐらいの強さか、また触っていきます。これ上も下も両方から刺激を入れて、刺激を与えている感覚。痛くなくてもいいです。これが骨やな。そうです。分かる感覚が。中心に引っ張っていくようにグーッと引っ張ります。全部で指、中指から引っ張っていく感じ。1、2、3、4、5だけでいいです。これを反対の手も、はい、まず上下に20回両サイドもできた方は、付け根をほぐしてあげる。回してあげる。20回回す。そうですね。ちょっとこれ反対だったら難しいなってしますね。で、20回反対回ししてあげる。できた方は、膝を上切ってますね。ちょっと、この手首の辺までのラインが伸びるような感じを感じるぐらいまで下に下げて5秒。1、2、3、4、5。終わったら今度反対に中指を中心に5本指全部を引っ張って、今度この手首の外側をストレッチしてください。これが終わった方はもう1回前屈に。どうですか？
近くなりましたね、はい、じゃあもうちょっと柔らかくします。